生物特攻記念。あ、あ、ポーター、よかった。うん、ペンダントは奪われてしまった。すでにシャドウナイトの手に渡っているかも。取り返さなくっちゃ。この先は危険だぞ。私はマナの一族、マナの木を守る責任があります。さあ行きましょう。王座の間は城の最上階です。ありがとう。ところでお怪我は大丈夫？あ、え、めっちゃ回復するようになってる。進化しておるぞ。てかそんなに HP やったっけ。これ寝られない？寝られないか。残念。ちょっと一旦止めます。次の日に撮ってます。で、ロードしたら姫の囚われてた部屋に敵がいて、倒したらレベル上がりました。ちょうど MP0 だったからよかった。と、上から来たんだっけ。下に行く。あ、怪しい。なんもない。あれ、合ってる？ちょっと待って、動画見返す。合ってた。おお、おお、なんかすごい敵が出る。どこ行こうか。よいしょ。あ、待って待って、何何何、あ、石化？なんとかなるのがすごいな。よし、なんかあの黒いのがプーって言ってるから、なんか当たら、あ、盾持ってるから正面からは無理なのかな。っていうことは自分も盾持ってるから正面からの攻撃何か防げてたりしてるの。分からんけど。あー、待って待って待って、よしよしよし。もうなんか自分で直すっていう感覚がなくなってきた。痛そう。痛い痛い。え、めっちゃ効くんだが。めっちゃ効くんだが。これ、あ、これ壊せるんじゃん。へぇ。OK。鍵がかかってる。あ、あと2個しかなーい。困りましたね。合ってるのかな。ダメなんだ、モーニングスター。スピアとかいけてたよね。何が違うんだろう、モーニングスター。で、ちょっと鍵もったいないから。隠し扉。え、ないの？マジ？もう一回やっていい？え、マジ？みたいな、なんか舌噛んだ。あ、え？やったー。ちょっとさっきのくしゃみで舌噛んで痛い。いや、もうあれ。え？どうしよう、これある程度敵を殲滅させときたい。チェーンフレイルを装備して、こうで、こう落ちない？あー、貯めなきゃいけない。大丈夫かな？さあ、
よいしょ。これ何？ああ、なるほど。あ、ちょっと待って。こう落ちないのね。オッケー。装備の、進んでるよね、私。と、セーブを、あー、上のセーブなんだっけ？まあ、上でいくか。うん、やっぱり盾があると、当たってない？当たってないっていうか、ダメージを受けてない。ガードされてるのかな？効くようになってない。炎どっか行って。炎もダメだ。この子もダメ。レベルアップ。ここでレベルアップか。戦士タイプで。おお！待って！やばい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 。やばいやばい。で、キカニモーグリとか。ちょっと相談しといて。危ない危ない。敵あるもしとこう。ポーション。誰がモーグリにしてきた？いや、ごめんなさい。実は飴を舐めてて、突然出てきた。行き止まりだ、左。ああ。階段があったね。こっちから行こうかな。ああ、もう回った。大丈夫かな？よっ。よっ。回復してもらって。鍵がかかってんのか。ちょっと待って、先に買えないこうじゃ。あと一個しかないからね。え、今のこの状況で。あ！ああ！なるほど。これ、復活する？ちょっと、あれだね、スピアかな？ちょっと落ちるけど。スターに変えといて、で、うん、シャボン玉いっぱい、シャボン玉いっぱいすぎる。よっ、よかった、鍵いらんで。あれ？ここも行き止まりだ。壁を探すのです。
ちょっと待って。よいしょ。よいしょ。あ、いや、違う。あ、欲張りたいんだが。欲張り、え？あ、装備か！ミスリルの方が下なんだっけ？ミスリルの兜。待って、黄金の鎧？あ、そっか。ミスリルの兜を捨てます。ブラッドソード。そんな、ん？あ、間違えた。下がるか。まあ攻撃しやすいとかそういう感じ。まあモーニングスターでいいかな。じゃあ、あの鍵方面に行かなきゃいけないのか。じゃあ戻りますね。今戻ろうとしてる最中だったんですけど、ここにね、壊れる壁があった？あれ？こっち行ってない？行った？ちょっとわかんないから、もうここから録画を開始しますね。鍵がかかってる。ラストの鍵か。よいしょ。あ、これ当たんないのか。ここ逃げた。相談して、ちょっと回復してもらって、ここ敵いない？鍵じゃありませんように。もうなんか扉があるとドキドキする。鍵だったら開けられないから。レベルアップ。戦士でいいかな？ガンガン戦士。これ当たるんだっけ？あ、当たるんだ。毒？毒要素どこにあんの？113と121を行ったり来たり。あ、装備じゃないよ。相談して。で、あれ石化になるの怖いね。よいしょ。で？雪だるまタイプ。あ、でもそっか、雪だるまタイプだと自分が乗った時にならなきゃいけない。やっと湧いた。あ、こいつ効かないんだ。ちょっととりあえずこれを、あ、やっちゃった。雪だるまにして両方、あ、あ、待って待って、待って、あー相談しといて、もう雪だるま、もう、あ、やっとできた、やっとできたよ。で、こいつ雪だるまにして、あ、待って、ここでやったらいけないじゃない。あ、移動できるじゃん。あ、できたできた。やっとできた。よかった。なんかなかなか敵が湧かなくって、前の階に戻ったり、いろいろしましたね。で、今、ブリザードか。これ何もセットできないようにしたいんだけど、できないのかな？で、そうそう、いろいろ試してたからブラッドソードなんですけど、ちょっと、モーニングスターに変えましょう。よい
しょ。やたらめったら倒したら大変なことになるね。マジックボトル。よよっとよっと、あれ、ああ、セーブそろそろしとこう。どっちだ？上か。よっ、なんか玉座だ。上がって、よいしょよいしょよいしょ。お、レベルアップと体力と力の差がすごくなってきたな。ちょっと体力上げるか。めっちゃマジックボトルだね。ここでまたセーブしといて。お、ああ、シャドウナイト。さやか久しぶりだな。剣さばきは、剣さばきが少しは上達したようだが、果たしてこの俺に通用するか。黙れ、ウィリーの仇を取らせてもらうぞ。外に出ていてくれ。きっと苦しく、そしても最も危険な戦いになるだろう。え、これラスボスじゃないよね。まだ早いよね。ちょっと待ってね。なかなか良い心がけだ。さあかかってこい。おお、曲が、あ、盾があるから効かない。後ろからやるべき。聞いてない。ブラッドソードじゃないとダメなのかな。おお、後ろ。あ、今聞いてないような音してた。だって後ろ、あ、後ろって難しくない。はあ、横でもいいのかな。チャンスだったのに。今当たった音した？お、当たってる。後ろ、横と後ろだったら大丈夫。のペンダントを手に入れた。シャドウナイト本当に倒しちゃったの？息の根止めたけ？違う、偽物のペンダントだ。本物は一体？あ、私が動かしてない。どこ行ったの？シャドウナイトがいなくなった今、残る人間はジュリアス。シャドウナイトは本物だったんだ。トキツボ。お、ブータン。外に出てたんだ、完全に。ん？どうした？様子がおかしい、もしかして。様子がおかしいぞ。セーブ。トキツボってこっちね。どうしてそんなところに？もう手遅れだよ、さやかくん。マナの力は私のものだ。ジュリアスが化けてんの？あ、違うわ。
さあブータン、このペンダントをかざし水を天に昇らせる呪文を唱える。ブータン、やめろ、こっちへ来るんだ。どうしたんだジュリアス、お前ブータンに何をしたんだ。私はかつてマナの力を手に入れたバンドールの子孫。小娘一匹を操る術など簡単なことよ。バンドールの子孫。今こそバンドールの復活を祝うとき。ブータンよ、呪文を唱えよ。おま、う、お、お、おえこまばいりとペモボザムワラタ。待って、地獄へ落ちろ。あ、また同じパティーン。本当だ、登っていってる。もうダメだ、体が動かない。俺もここまでか。ここはどこだ。あ、チョコボの声が。チョコボー、町まで連れて行って。いい子、めっちゃいい子。どこだここは。初めて来る場所じゃないねえ。サラおばちゃん、あそこに人が倒れてるよ。まあ本当だわ。鳥さん、こっちで寝てるよ。ガラスの砂漠の熱にやられたのね。連れて行きましょう。ガラスの砂漠、熱そう。あ、ボガードじゃない。気がついたか、さやか。ボガード生きてたのか。あれからわしも船から落とされてのここの神さんのさらに拾われたんじゃ。お前も運ばれてきた時はもうダメかと思ったぞ。ジマの最後の望みにここで死んだれちゃ困るからな。僕もう自信なくしたよ。アマンダを死なせ、挙句は女の子一人すら守れない。この僕にデマの資格なんてないよ。何を弱音を吐いてるんだ。こんなところでくじけてはジェマの。うるさいな、ジェマジェマって。初めからそんな素質はなかったんだよ。ちょっとやさぐれてます。あんたたちにおだてられてその気になった僕がバカだったよ。さやか、お前そんなに言うなら自分でやればいいだろう。うわー、めっちゃ擦れてる。あんただってかつてのデマなんだから。バッカ野郎、出ていけ。擦れてますな。鍵かと、鍵。え、3セットぐらい買ってた方がいいんじゃないの。鍵、こんなにこんな鍵ゲーだと思わなかったよ。あ、じゃあ、ルフィのおはじき、じゃあ、なん、ちょ、まあ、ちょ、カットします。装備が新しく出てますね。ファイヤー系に強くなるのかな。で、高いんですけど、まあ、とりあえず防御力が見てくれで上がる、盾以外を買っておこうと思います。カツカツだね。ファイヤーフレイルと、あ、ファイヤーフレイル、まさかの武器だったんだけど。ちょっとあれが増えてきたね。と、待ってね。モーニングスター、ファイヤーフレイルめっちゃ強。え、モーニングスターさ、壁壊せるじゃん。だからマトックいらないかなって思ったんですけど、一応持ってます。で、鍵2つ買って、で、もう道具もカツカツな状態です。あー、ん、ファイヤーフレイル買ったの私。チェーンフレイル、ファイヤーフレイル、チェーン、じゃあ売っていいのかな。売っていいんだったら売りたい。
サラ、あなたには黙ってろって言われたんだけど、あの人船から落ちたショックでしばらく歩けない体になってしまったの。ジュリアスの手下が町を襲っている噂を耳にするために、動けない自分の体を憎んでいたわ。その時は必ずこう言うの。サヤカという男が必ず来るって。わあ、なんかこの信頼っていうか、望みというか、希望というか、希望じゃないね、確信かな。そっか、私もあまり信じてなかったのだけれど、チョコボに運ばれてきたあなたを見ては変わったわ。わかったわ。チョコボが身を犠牲にしてでも運んできた。え、身を犠牲にしたの、チョコボ。チョコボでさえあなたが平和を取り戻す最後の希望だってことを感じている。結構遠かったのかな。あ、いや、どうだろうな。もうダメかもしれないけど、ボンボヤジのところで、ボンボヤジのところで看病してるから見てきてあげてね。ああ、生きてはいるのか。よかったよかった。そっかー、ありがとう、チョコボ。一種の町、以前大きな力を手に入れたバンドール帝国はこの地方を中心にして栄えた。政権を持ったジマの騎士の活躍によって悪の帝国は滅んだ。それらを遺跡の数々から裁く、このガラスの砂漠の下に眠る。なるほど。この世界では水の上を移動する技術はまだ開発されてない。船的なあれ？でもメカに強いボンボヤジならそれも可能かもしれん。西の外れの家に住んでる変な親父だよ。ちょっと MP 少ないかな。これずっと16だよね。ありがたい。気軽に泊まれる。なになに？何の字？あー、待って、何してんの、チョコボに。あ、生き返ったの。怪我のひどかった下半身をメカにして、ついでにホバー機能も搭載。パイワンといえばホバーですね。ホバーってどれに出てきたんだっけ。5は覚えてるんだけど、5しか覚えてないな。すいません。名付けてチョコボット大。あ、チョコボット大。これで水の上もすいすいすいじゃん。チョコボなんかいろいろ展開が展開がいろいろ悪すぎてツッコミが追いつかない。お前の瞳には勝てないよ。お、行く気になったか。なんかドラゴンボールの、名前が出てこない。お金好きの子、なんだっけ、名前。に似てるね。なんだっけ、ダガヤー。口癖しか出てこない。ダガヤー。